知床峠へ来ました。さっき登り始めた時はすげえ青空で晴れてたんですけど、あっという間に霧の景色になってしまいました。でかい。はい、時知らず定食来ました。うまそうですね。じゃあいただきます。はい、今知床食堂さんで時知らず定食を食べてきました。めちゃくちゃうまかったです。なんかね、別物です。鮭っていうよりはなんかヨーロッパで食べるサーモンみたいな味でした。めちゃめちゃおすすめです。ぜひ時知らずがある時には食べてみてください。時刻は3時を過ぎたところです。知床自然センターの前です。やっとですね、晴れてきてくれました。北こぶし知床リゾートのカフェに来ています。で、頼んだのがケーキセット、アメリカーノとショコラケーキとストロベリーアイスがついて1100円です。うまそうじゃないですか。じゃん、広い。はい、今日はパーシャルビューのお部屋です。パーシャルビューとシービュー、オーシャンビューの違いは、こっちね、漁港ビューなんですよ。こっち方面見てるのがオーシャンビューみたいですね。はい、眺めは東京漁港ビューです。いいですね、良いですね。はい、
じゃあお部屋パンしていくと広いんですよ、すごく。荷物ちょっと見えちゃってますね。はい、で海見ながらくつろげるソファーがあります。テレビも割と大きめです。じゃあバスルーム、ここ温泉があるのでここのお風呂は使わないと思いますけども、お風呂清潔感あります、すごく。アメニティ類です。どこのだろう、花王のバスアメニティが備え付けられています。はい、以上北こぶし知床リゾートでした。